ハイドです今回は漫画家を目指す人たちが2024年に始めるべき5つの習慣という話をしたいと思います。漫画家になりたいよ。だけど、去年もあんまり何もできなかったなという人もいるかと思います。歳も明けだし、新規一点頑張るぞと思ってる人たちに提案する5つの習慣。これをやれば今年漫画家になれるっていうものをお教えしたいと思います。漫画家になりたいと思ってる人たちは、この動画を見ると気づきや発見 そして自分がやるべき行動まで提案させていただいてますのでぜひ最後まで見てくださいちなみに僕は漫画が上手くなりたい漫画家になりたいという人たちのためにアドバイスやコンサルタントをしています公式 LINE からは質問もしていただけますぜひお友達登録をよろしくお願いしますそれでは2024年始めるべき5つの習慣について説明していきましょう まず一つ目、アイディアを練る習慣をつけること。急になんじゃらほいと思った人がいるかもしれないんですけども、満月を目指す人たちは、 アイディアを練るっていうことをほとんどしていません。アイディアを練るって何っていうことなんですけども、主にこのあたりですね、キャラクター設定。こんなキャラクター描こうと思ったら、ほとんどの人は思いつきだけでスタートしてしまってるんですね。そのキャラクターがどうやったらもっと魅力的になるか、もっと面白くなるかっていうことを考えてない人がほとんどです。例えば、ヘアスタイルとか衣装とか武器っていう見た目のものもありますし、性格とか口癖とか、 自分が持っている能力とかですよね。そういう風なものを、ああでもない、こうでもないっていう風に考えてもいいと思います。それからストーリー展開ですよね。これも頭にストーリーが思いついたら、それだけで走り出す人が多いって言ったらいいのかな。A の展開、B の展開、C の展開っていう風に、 ほとんどの人が考えないんですよ。ネーム、こちらもそうですよね。思いついたら、それしか考えていない。規定のページ数にストーリーを収める。それぐらいしか、ネームの時点で考えてないと思います。そうではなくて、いろんな展開をここで考えるんです。例えば、主人公に仲間ができるパターン、仲間ができないパターン、必殺技を覚えるパターン、覚えないパターン、敵が一人出てくるパターン、二人出てくるパターンとかっていうふうにね、いろんな展開をここで考えてほしいんですよ。だけどそれ それをやらずに、あ、これ書こうと思ったら、すぐに走り出すっていう人が多い。漫画を描いても、なかなか漫画賞を受賞できないとかね、認められないっていう人は、ここの部分でアイディアを練るっていうことをやっていないからだと思います。 二つ目、漫画原稿を完成させるという習慣をつけること。漫画原稿を完成させる。これ、漫画家を目指す人だったら、漫画原稿を書いて当たり前なんじゃないのって思う人もいるかもしれません。しかしですね、漫画家になりたいって言ってる人たちは、一年間に一本か二本しか書いてないっていう人が多いんですね。僕は、一本三本。 1>, 1ヶ月で完成させる。これを目標に動いてほしいなと思います。本当は2ヶ月って僕言いたかったんですけども、2ヶ月っていうのはしんどいっていう人が多いかなと思って3ヶ月にしたんですね。まあ3ヶ月に1本でも1年間に4本の漫画ができる計算になりますから、まあまあ書いてる方と言えるかなと僕思います。1本の漫画を3ヶ月以内に仕上げる。だけどこういう風に言うと、早く書けないっていう人が多いんですよね。書けないっていう人はこうしてください。無理と思う人はページ数を減らす。漫画が 書けないって言ってる人はページ数が多いんですよ1本の読み切り漫画が30ページ40ページまあ、中には5060っていう人もいると思うんですねそれじゃあ書けなくて当然なんですね例えば飛び箱いきなり10段飛べ20段飛べって無理じゃないですかだけど1段とか2段とか3段だったら飛べそうじゃないですかそれと漫画も同じで50ページが無理だったら40 40が無理だったら30 30が無理だったら20 20が無理だったら10っていう風に下げていくんですねページ数を30ページ3ヶ月で無理だよっていう 人はじゃあペペーージジで考えてみてみください20ページうんそれもも厳厳ししいいななっっっっててううんんだだたたららペペペーーージジジその漫画を最後まで書くっていうことをしてほしいんですね。じゃないと、いつまでも漫画が完成できない。こんな風に言うと、4ページとか10ページとかそんな短い漫画じゃ、漫画賞出せないよとか言う人いるんですけども、そもそも50や60の漫画も書けてないわけですから、<laughs> 漫画賞も出してないわけじゃないですか。きっとできてないわけですよね。自分が書けるページ数に難易度を下げるべきなんです。で飛び箱 この数を低くするようにそれでかけるのが今の実力なんです例えば3ヶ月で30ページはかけないけども8ページぐらいだったらかけるかなじゃあそれが今の自分の実力なんですね漫画描けない描けない早くかけないっていう人はその自分の実力を認めようとしないからいつまでもできないって言ったらいいのかな飛び箱10段を飛ぼうとしてるだけど今自分が飛べる飛び箱の数は3段なんですよだけど3段じゃ納得いかないんでしょうねいやいや10段飛んで見せるとだけど当然その飛ぶ力がないから飛べない わけですよ段をだからいつまでも10段飛びなくて当然で自分は今飛べる跳び箱は3段だっていう風に認めてつまり漫画だったら30ページ書けないんだったら8ページ8ページ書けないんだったら4ページって認めてそのページを最後まで書ききる例えば8ページの短い漫画でも年に4本書いたら32ページの漫画を描いたことになるんですよ1年間よっぽど意味がある時間になりますし絵もストーリー構成力も進歩します。 3つ。 持ち込みに行くという習慣をつけること。漫画っていうのは、いくらできたって言っても、それを誰にも見せなかったら、無人島で書いてるのと同じことなんですね。だから、自分が一生懸命書いた原稿は、ぜひ誰かに見てほしいと思います。誰に見せるのがいいかっていうことなんですけども、お友達とか家族でももちろんいいんですが、やっぱり、編集さんっていう人に見てもらう方が、自分が認められる近道だと思います。つまり、漫画業界の人たちですよね。一つの漫画書いたら、最低三つの編集部は回ってほしい。 なって思います。皆さんが漫画描くのって何ヶ月もかかると思うんですよね。その何ヶ月も時間をかけて描いた作品を1社しかいけないっていうのはすごいもったいない。最低でも3社ぐらいの編集部は回って意見を得てほしいと思いますで。編集部まで行くのが難しいなっていう人、地方の、ね、人もいますからね。そうしたらオンライン持ち込みとかでも構わないと思いますし、コミケとかイベントとかの出張編集部、こういうところでもいいと思います。で漫画専門学校通ってる人は学校の編集者訪問、こういうものを利用しても良いと思います。 何らかの形で自分が書いた漫画原稿は漫画業界の人編集さんっていう人に見てもらうっていうことをしてほしいと思いますじゃないと進歩がないって言ったらいいのかなプロの意見を聞いてどこがいいかどこが悪いかっていうことを客観的に知ってそうして改善していくことで実力がついていくので4つ。 AI と仲良くするという習慣をつけること。これね、まあ AI って言ったらこの言葉にすごいビクッとなる人いるんですけども僕はこれから漫画を描こうという人たちは AI を活用してほしいなって思います。AI が出てきたことで仕事がなくなるっていうふうに心配する人もいるんですけども AI を敵として考えるんじゃなくてやっぱ味方として考えた方が僕は賢いと思うんですよね。漫画を描く上で AI 何が使えるかってことなんですけど例えばアイデアアシスタントとして僕は使え と思います。例えば、キャラクターの設定、あと、ストーリーの展開ですよね。例えば、さっき、ストーリーの展開の時に、A パターン、B パターン、C パターンとかっていう風に言ったんですけども、こういうのがパッと出てこない人は、AI とかに聞いてもいいと思います。それから、あと、セリフの提案とかですよね。セリフの選択とか、一個セリフ考えたら、短くしてとか、ここをもっとわかりやすくしてとか、女の子っぽく言ってみてとか、男の子っぽく言ってみてとか、ま、いろいろ、そういうことも AI に聞けると思います。それから、作画のアシスタントとしても使えると思うんですよね。例えば背景 素材の生成学校ととととか港とか、ね、山とかか港ね山こういうものを作ってもらうこともできると思いますし、人物のポーズの提案とか、あとカメラアングルの提案、こういうものも AI に聞いて、こんなパターンあるよ、こんな方向はどうみたいにヒントをくれると思います。こういうものを使って漫画制作を少しでも楽なものにするとか、作業をスピードアップするっていうことは非常に良いことだと思います。さっき言ったこの AI のせいで仕事がなくなるってこと ここちょっとおまけトークでお話ししたいと思いますのでその話も聞きたいという人はぜひ動画の最後まで視聴してもらえたら嬉しいです。<music> 5つ目、SNS の呪縛から抜ける。SNS の呪縛って何っていうことなんですけど、1つは SNS の中での慣れ合いですね。自分にとって有益ではないと思われる関係、グループ、コミュニティ、そういうものは抜けてもいいと思います。いつもみんな愚痴だけ言ってるとかね、文句だけ言ってるとか、そこにいても学びがない、成長がないって思われるようなところは、そこから抜けてもいいと思います。そういうい だかかね、ななんか抜けるるとと仲間外れになるとかいうことを心配する人もいるんですけども、もういいじゃないですか。自分にとって有益じゃないところから悪口を言われたとしても、それは気にしなくていいと思います。それから、これですね。SNS の中で自分と人と比べる。こういう悩みがある人もいっぱいいらっしゃると思います。例えば、ネットの中ですごい上手な絵を描いてる人を見つけて、その人と自分の絵を比べて、わーすごいな。あの人あんなにうまく描けるのに、自分はそういう そこまでうまく描けないとかね、漫画も同じですよね。意欲的に定期的に漫画を更新し続けるてる人がいて、自分は全然描けないあの人みたいに早く更新できないよとかね、人と自分を比べて悲しくなったり劣等感を感じたり嫉妬してる人もいると思うんですよね。これは自分の戦いに集中することで、人と自分を比べるっていうことはなくなります。人と自分を気にしちゃうっていうのはどうしてかというと、自分 自分がしなくていい戦いに参加しようとしてるというか、その人にはその人の戦いがあるわけですよ。だけど自分には自分の戦いがあって、自分が成し遂げたい夢とか目標とかあるわけですよね。それは他の人には関係ないわけじゃないですか。自分がやりたいこと、自分が達成したいことっていうことに集中すると、他の人は何やってようが気にしなくなるんですよね。だけど、人と自分を比べてしまう人っていうのは、自分の戦いに目を向けないで、その人の活躍とか、その人の戦いにばっかり目を向けてるって言ったらいいのかな。 比べるんだとしたら過去の自分ととと今の自分を比べるといいと思い思ます昔はこれがででききなななかかっったたけど今はこれががるようになったなとかね自分がやってることにフォーカスすると良いと思います。そして SN、SNS でいいねが少なくて悩む。こういう人も多いと思うんですね。これも自分の本当の目的とか目標に集中すれば気にならなくなります。いいねをもらうってそもそも何なのかっていうことを考えるといいと思うんですね。なんでいいねが欲しいのかで、そのいいねをもらわないと 自分ののの目目的とかか標を夢にに達成ししないいいいっていうのでああれればいいねの数は気にするる価値があるかもしれませんだけども、自分の目的とか目標に、いいねの数が関係ないのであれば、正直、ゼロでもいいって思ってもいいと思います。今、ネットでね、X とか、ココナラとか、YouTube とか、ピ i x i とか、ファンザとか、まあ何でもそうなんですけど、数字が出ちゃうんで、いいねにしても、販売数にしても、フォロワー数にしても。だから、人と自分を比べて、これが 少ないとッコ悪いとかね、恥ずかしいとかね、どっちか言うと、それは見えの話ですから、自分の目標とか目的とは関係ない部分なので、ここに集中することで気にならなくなりますよっていうことですね。特に雑誌で漫画家デビューを目指してる人っていうのは、いいねの数なんで、一個も関係ないです。なんだったら SNS をやってなくてもいいぐらいっていうかね、フォロワー数が多いことが漫画家になるのが条件だっていう人も時々いるんですけど、それは 何かっていうと、僕他の動画でも言ってますけど、SNS をやってることとか、フォロワー数が多いことが必要なのではなくて、その人の影響力というものが欲しいって編集者は言ってるわけで、そこを誤解してる人がすごい多いんですけど、でなんで影響力が欲しいかっていうと、売れるって思ってるからなんですよ。そこなんですよ。だから売れるのであれば、別に SNS やってる必要もなければ、フォロワーも必要ないっていうことですよね。そこの真意が見えるか見えないかっていうことですね。この辺の話は僕別の動画でもお話ししてるんで、 動画下の説明欄とかコメント欄に URL 貼っておきますので興味がある人は見てください。 まとめ、漫画家になりたい人が2024年に始めるべき5つの習慣は1つ、アイディアを練る習慣をつけること2つ、漫画原稿を完成させるという習慣をつけること3つ、持ち込みに行くという習慣をつけること4つ、AI と仲良くするという習慣をつけること5つ SN、SNS の字幕から抜けるという習慣をつけることそれと僕もう1つやってほしいなと思う習慣があるんですけどもこちらはメンバーシップの方 でお話しししよううとと思いいいいます動動画画ののの続ききが聞きたいという人は動画下 URL メンバーシップから視聴してください今年こそみんなで成功しましょうエンディングの後にはこちらのおまけトークですよね。AI のせいで仕事がなくなるっていうことについてのお話をしたいと思いますので、このお話が聞きたいという人はエンディングの後にお会いしましょう ここからはおまけトークです AI のせいで仕事がなくなるこれまちょっと前にうわーってすごい騒がれましたよね特にイラストレーターさんとかドキッとした人が多いと思います。でこれなんですけど僕 っていうものに関しては、まだ難しいんじゃないかっていうのが、正直な意見です。あの、AI を使って漫画を描いてみようとかね、AI を使って漫画を描きましたっていうブログとか記事を出してる人もいっぱいいらっしゃいます。で、僕も AI が描いた漫画も何本も読んでるんですけども、やっぱまだね、あの、AI で漫画を描くっていうのは、僕難しいと思います。っていうのが、漫画っていうのは、一枚のイラストの世界と違って、いろんな複雑な要素が絡み合ってるんですよ。キャラクター作っ 作作っっってててストーリー作ってネーリネムコマ割ってで、ににしてててていいいくっっっうのって1本のの本映画を作るる近いことだとだ僕は思ってるんですねでそれはやっぱり AI を持ってもなかなかそれを1から10まで全部やってくれるっていうのはまだ難しい。AI は一部は手伝ってくれると思います。さっきも僕言ったようにアイディアのアシスタントとしてそれから作画のアシスタントとして一部を切り取った部分がお手伝いしてくれるところはあると思うんですけども自分がこういう漫画描きたいなと思って それをもうボタン一発でポンで1から10まで全部組み立ててくれるっていうのはまだちょっと難しいんじゃないかなとで漫画制作を手伝ってくれるアプリというかね AI ソフトなんかも出てきてはいるんですけれどもやっ やっぱり僕はまだ一部だと思います。全部そのまるっと1から10まで漫画作ってくれるっていうのはまだ出てきてないですし、絵が描けなくても漫画ができるみたいに歌ってる AI で漫画描いてみましたとか言ってる人たちっていうのは正直言って自分が漫画描けないわけじゃないですか。漫画描けない人が AI を使って漫画描けるかなと思ってやってみてるので、できたってみんな言ってるんですけど、そのレベルはすごく低いっていうか、みんな不条理漫画みたいになってるっていう。 <laughs> なんて言ったらいいのかな悪いけど自己満足のレベルだと思いますね自己満足のレベルでは僕はいいと思いますだけどその人に読んでもらう漫画それでお金をもらえるまでの漫画にする商品にするっていうのはやっぱり人間がまだ修正してやったり微調整してやったり整えてやらなきゃいけない部分が多すぎるでプログラムとかいうことを考えても AI を使ったからといって簡単に漫画が描けるっていう。 ののはは僕まままだだだななっってていいいいううかむしろ AI を使ここととでめんどくさいことの方が多いなって思いますプログラムが好きな人はいいかもしれないんですけど絵を描くのが好きな人は AI を使って漫画を描くっていうのはすごくつまらない作用になってしまうと思いますね AI と漫画の関係についてはまた別の動画でお話ししようと思います